関先生、面白いやつって何かありましたか？先生から見て、これ面白いぞ、ちょっと話聞いてみたいぞっていうものを教えてください。これ、これ、おお、ちょっと見せますね。青山学院大学、書いた人教えてください。はい、ありがとうございます。いいご君、今ちょっとすいません、初めて知りました。あとは関先生的に積もったものはありますか？これとか結構、はい、みんなあの研究が多かった。これひらめき、ちょっと遠い人申し訳ないんですが、このひらめきはどうして書いたのか教えてください。あ、そのさっきのアイコンにピコーンっていうのをつけてみました。ピコーン、あ、なるほど、ピコーンがこのキラキラなんですね。はい、ありがとうございます。結構皆さん青枠が結構面白いですね。いい目があったり、十字架やっぱ立ってる人も、あと AGM っていう振り回しちょっと青山っていうローマ文字書いてたりとか、なかなか、ね、こうじゃ書いてる人もいるし、字をまんま書いてる人もいるし。あ、交渉ですか、この絵っていうのは。おー、結構本当に人によって違って、それぞれあのどれが正解というわけでは全然なくって、すごい面白いんですよ。で、ぜひあのこの産業アイコンのストックがたくさんあればあるほど、よりたくさんいろんなものを書けるようになるので、ぜひこういうのを真似して他人のを盗みながらやってみてください。というわけで、ちょっと表現ワーク続きいきます。少しだけ説明をさせてください。どう書くですか？実はコミュニケーションの目的で書き方が結構変わってきて、大きく2つあって、分かりやすく伝えたいっていうものと、議論を盛り上げたいっていう時、それぞれ違うんですね。あの特に議論を盛り上げたい時には、すごい綺麗に書くっていうことが必ずしも重要ではない。結構バラバラでも、あの大事だって思うことをきちんと書き留めないというか、議論が進むということもあります。ちなみに今回は授業のことを分かりやすく伝わるレコーディングをしていくので、こちらです。で、分かりやすく伝えるには結構今回の悩みでもあったんですけど、7つあります。見る人が見やすい大きさで書く、タイトルが目立つ、この辺また解説していきます。まとまりが分かりやすい、大事な言葉が強調されている、関係性が矢印で見える、色に機能を持たせる、登場人物や世界観を入れる。何のこっちゃって感じなので、次見せながらいきましょう。まず見る人が見えやすい大きさ、これ結構実は見落としがちなんですけど、例えば一人で書くときは手帳サイズでもいいんですけど、4、5人で見るときに手帳サイズだとさすがにちっちゃいので、あの今よく授業で使っている A3 の紙ぐらいがちょうどいいかなと思います。で、より大きい人数だと模造紙などを使っています。で、次タイトルが目立つ。で、タイトルが例えば、こういった囲み文字だったり、ちょっとこういったものをつけていたり、あとこういった、そうですね、看板みたいなものをつけていたりっていうのがあります。で、すいません、すっかり配るの忘れてたんですけど、真似しながらやるやつがあるので、一人一枚取りに来てください。で、あとここに紙もあるので、一人2、3枚ぐらいガンガン持ってってください。真似しながら書いていきましょう。